今この YouTube を見ていただいている方の中でそのやりたいことがあってやりたいんだけどやるのが怖いと思ったらあの本当に僕その気持ちよくわかりますでね僕からの2つのアドバイスっていうかポイントがあるんですね本当にやりたいことが明確になってくるほどもっと怖くなる もしできなかったらどうなんだでね、僕からの2つのアドバイスっていうかポイントがあるんですよ。でそれは、やりたいことをやるっていうのは、自分がイーグル。イーグルで、わしの巣のところにいるわけですよ。木の上の崖の上とかにいるわけですよ。で、やりたいところが見えるわけですよ。でも、あなたは自分が イーグルなんんだだっっっててていうこととをちょっと今気づき始めるるわけよね実は空飛べるんだってでも空飛んだことないから行きたいところはあってこの巣に永遠にいるっちゅうのは無理っちゅうのは分かってるんだけど飛び出さないといけない。で本当に飛び出したら崖とか木の上から落ちちゃってバーンって地面に当たっちゃうんじゃないとっていうそのような怖さだと僕は 思っているんですね。僕も実際そういうのって。で、面白いことに、実際に飛び出すと、自分には翼があったって。で、目の前には見えないんだけど、実は空気っていうのは、翼を広げるとものになるんだよね。本当にあの、全然超重たいジェット機とかが、空飛べるわけよ。見えない力があるんですよ。で、翼を広げて、 飛び出していくと必ず実は飛べるんですよ。で中にはバーンって飛んで地面に当たっちゃう人もいると思うんだけどそしたらそこにもまた素晴らしい教えがあるんだよね。それは飛び出して地面に当たったんだけど自分は平気だっていう大丈夫だったって。で特に 日本の場合はアメリカと違って失敗に対しての不安がものすっごい非事実的にかかっています社会的に現実に失敗しちゃダメっていうのは事実的には本当は違うように僕は本当に感じていますでこのような好きなことを仕事にして生きている人たち でそれでうまくいっている人たちに今度話してみてください知らなかったら例年でメールしたりラインしたりもう本当に事務所に行って話してみて「失敗って悪いことですか?」ってそうすると必ず必ず「いや俺は失敗をしたから今の自分がいる失敗は諦めない限り学びになるんだよ で失敗でしか学べないことがあるんだよってで辛い経験その失敗をしたからこそ今の自分がいるところに行けたんだって必ず言うと思います。で本当に失敗しちゃダメだよっていうのはがっていうか超安全な,なんか塾の先生とか学校の先生も失敗した方がいいよって今の最近のいい先生とかは言うと思うんだよね。 本当に俺の時代の時の塾の先生とかは多分お前失敗するからそれ絶対ダメだとか失敗したらおしまいとか会社で失敗したらもう二度とうまくいかないとかそういうなんか失敗したことがないのにそんなこと言うなよみたいな話がすごい流行ってたんだけど今の時代で好きなことを仕事にしているやりたいことを自由にやっている人たちは失敗がどんなに大切なのかっていうのを知っている。 だから逆に僕はこれやりたいんだったら失敗の経験も入れた方がいいよって。で、クリスの超ずるい楽々人生を手に入れるためのエデオコなんちゃらなんでも大丈夫っていうアドバイスがあるのね。で、これはティン・フェリスとか結構賢い奴らがやってるアドバイスなんだけどわざと失敗するんだよ。 わざと失敗することをやってみるわけよ。めっちゃ怖いんだけど失敗するっていうことを知り,ながら自分知りながら自分が失敗する環境をコントロールしながら失敗するの。そうすると人生うまくいけるようになるよ。で今度それをビジネスとか自分の仕事でやると失敗してもいいことを ちょこちょこやっているようになって、これは失敗しても大丈夫だっていう自信も身についてくるわけよで。そうすると面白いことできるよ。そうすると断れるようになるわけよ。人の仕事とかも、嫌な人のオファーとか,か。これは大丈夫って。なぜかというと、これが失敗しても俺は大丈夫だっていう経験にもなるから、まあちょっとね、それはあのピークパフォーマンス、フライトプログラム。もう本当に自分が飛び出した時に失敗を経験して、 失敗がどういうものなのかっていうところを善の坊主さんみたいに自分の頭極めた状態で失敗を経験して失敗を体験するで何が恐れているのかでほぼ80%恐,恐れていること人生で恐れていることは現実にはならないでそれを自らぜひ体験してみてくださいそれが僕の一つのポイントの アドバイスですでもう一つのポイントなんですけれどもそれは、ね、あなたには時間という武器をあなたは時間という武器をもうお持ちになされているんですよ時間という武器をで。どういうことかと言いますとこの仕事例えば皆さんの場合はこの豪,豪華線のセラピストになりたいっていう。 以上をお持ちになられていると持っているとでエントリーしたとでそれを受からなかったらどうなのかここでね2つのレッスンが入るんですよ一つはその仕事受からなくてもあなたは幸せでいれるんですよこれが深いんだよねそのの仕事に得なくても今の感情を 幸せにするっていう方が優先順位的にどっちが高いかっていうと今の現状でも幸せを入れる人生に努力することが圧倒的に僕は成功したいんだったら幸せになりたいんだったら圧倒的に優先順位が高いと思うんですよ。でここに努力するんだよ。ね。先輩がどうのこうのって言って今日ブラックック ね、なんちゅうのかな,あのなんちゅうの労働が長いのオーバータイムねオーバータイムで努力して自分の友達自分の妻ね奥さん自分のね旦那さん子供とか彼女とかが家で待っている間友達が多存しんでいる間自分だけ我慢してこれが努力だっていうそういう努力もめちゃくちゃある意味大切なんだけどそういう 力強い努力を自分の人生に今の現状を感謝することにね、使ってもらいたいんですよで。一昨日本田健さんと話してたら僕の知り合いとかがアフリカで学校を寄付してるんだって言ってるわけよ。で、面白いことがあったんだよ。学校を寄付して女性が無料で学校に来れるような学校を作ったんだけど、今度子供が学校に来ないの、アフリカで。アフリカの学校に立てて。子供が来ないの。どうなのって、これ無料だよって。 エジュケーションめっちゃ大切なんて。そしてちょっと、その子供の親とかに話に行ったら、ね、子供をぜひ、ね、学校に送りたいんだけど、今の子供は、うちに、うちの村に水がないから、毎日、半日ぐらい歩いて、バケツでいる、家,あの家から、ね、半日ぐらい旅に出て、水を持ってきてくれるんですよ。これ、ネパールには木がないから、木を借りに行くっていう人たちもやってるんだよね。水がないわけよ。 学校を作っても水がないから子供たちは水を取りに行こで精一杯で学校にも行けないわけよ。じゃあどうなったのって言ったら今井戸とか掘ってるわけよね。そういう人たちが水が来るようにしてるわけよで。で、俺たちは日本っていう国にいて水が流れる国なんだよ。これは本当に感謝できることだと思うんだよね。で、こういう本当にね、 ちっちゃいことかもしれないんだけど、そういうところに愛を感じる。そういう幸せさを忘れないっていう努力。そこにぜひ努力をしてもらいたいんですよ。ね、一回エントリーして、ね、そしたら今度、人を愛せること、ね。自分がもっと良くなって、俺これ生意気だなと思ったら、それジャーナリーに書いて、今日俺は本当に生意気なことを言ってしまった。 相手を傷つけてしまった。ね。こういうふうなことがみんなと起こらないように俺はこうやって努力するんだって。で、その夜の10分のジャーナル5分に努力してくれよ。オーバータイムで我慢してやる上司が言うような努力じゃなくて、上司嫌な上司が言ったらそいつを愛する努力してくれよって。それは自然に仕事が変わっていくから。本当に。そういう努力っていうのが今の 僕たちには本当に必要なことだと思います。でもう一つね、時間についてなんだけど、ね、農業の人は分かるんだけど、種を地面に植えたら必ず生えてくるんですよ。自分のビジョン、ワクワクすることっていうのを、その種を地面に植えたら土に 植えて、水あげて、太を浴びさせて、ちゃんとワクワクすることを、ね、毎週毎日、ちょこちょこやってて、楽しいことやってたら、必ずそれが立派な木になるんだよ。それも必ず収入とかに必ずつながるように、収入につなげたいんだったら、そういう仕組みになってるんですよ、世の中は。で、その種植えたら、2日後に、まだ種生えてねえじゃんとか言って掘り返すなよって話なのよ。 ね、一週間でちょっとしか出てこなかったら、いや、これで俺生活できねえぜ、みたいな。お前、そんなちっちゃい種に自分の生活の面全部負担させるなよって。まず育てろよって。で、その間人に対する愛とか、もっとやりたいことはうまくなって、ちっちゃい大切なワクワクすることに自分に全,全部の人生のお金の負担とかを、これで年収一千万とか、そんな負担かけるなよ。愛してやって育てなよ。 で、そうすると、それがうまくなってくると、立派なものになってくると、自然に、これ、俺もやらしてくださいとか、手伝ってくれませんかって、自然になるから。でなぜかというと、その間自分は人を好きになる。自分をもっといい人間になるっいう努力してたんだから、あなたを紹介したいっていう人が自然に現れてくるじゃん。ね。で、その間、今の仕事が嫌いでも、人生のワンクッション。 自分の成長できる道場として努力するんだよ。で絶対その仕事は3年間とか持たないから自然に変わってくるからでブラ変な上司がいたら断れる勇気を身につけよね嫌われる勇気持って怖いけどねっノーって言えるような 人間になろうぜ。で、それをなんかっちゅうと、それを失敗なんだよ。断ってみて失敗しろよ。相手ノーって言って、すいません。すいません、上司。今日ちょっとオーバータイムって言われてるんですけど、今日は、あので、僕は7時までに仕事を終わらせたいんですって。で、家で、家で仕事を持ち帰ったり、そういうことはできませんかって。ね。で、その時に、お前、何言ってんだよ。 みんなが頑張ってる間にお前だけが帰れるかって言ったら、うわ、この人すごい大変な人生生きてるんだ。すごい社会的な現実になってて。で、仕事の効率を上げる働き方とか。 ね、多分朝9時満員電車で,で乗った後わいわい仕事やって何にフォーカスしてるのかとかも多分うまくできなくてそれを全員で一緒に一つのことに絞ってフォーカスしてうまく効率を上げていこうシリコンバレーみたいな人たちが働いているフェイスブックとかグーグルとかでやっている働き方とかスクラムのマネジメントシステムとかまだ学んでないんだ、ね、あ今はこういう場所にいるんだ OK じゃあこういう人たちを手伝っていこうでも断れるよ いやすいません僕はそれはちょっとあの無理ですって言ってでそれでどうなるかってで多分今の今の社会だったら、ね、5年前とか10年前だったらそれはきつかったかもしれないんだけどある程度の人はそれ分かってくれるよ分かってくれるよと思うんだよねうん OK、まあ、ちょっとねビデオまた長くなってしまったんですけれどもこの自分が好きなことを見つけたらどうなっちゃうっていう不安 わしがね、自分がイーグルみたいな感じで自分のビジョンを見つける。そしてフライトプログラム、フライト、飛び出す。で、今度、人を巻き込む、人を愛する、人のお手伝いにフォーカスすることで、うわーって上がっていきます。で、リーダーになっていく。で、あなたがこういうような世界があるんだよっていうのを見せれるような立派な空を飛ぶイーグルになって、みんながあなたが飛んでるのを見て、こうなりたいって,って、 そして、そういう生き方、そういう幸せになって、社会的に幸せになっていく。好きなことで仕事ができる。好きなことで経済が回っていくっていう世界。で、それを僕たちが日本みたいな、日本とかアメリカとか、こういう豊かな国に住んでる、水が流れるから、そういうのやって、今度また世界に飛び立っていこうよ。で、世界の人たちも一緒に巻き込んでいって、こういう働き方、こういうことができるんだよっていうのをシェアしていって、いい人生、過ごしていこうぜ Yeah! Alright. l Well, thank you so much for checking out the video. で、今、本当にあ LINE でなんか質問があったら僕もね、今ね、結構ね、友達からね、あの結構ね、刺激を受けて、お前、まあ、全員に LINE 返せよって言われてるんで、ちっと頑張,頑張ります。俺も頑張ります。なので、お互いに頑張っていきましょう。Alright.Thank l you so much. で、なんか今、LINE でプレゼントしてるんで、もしこういうのを本格的にやりたいって言ったら、今3日間の 一日に一時間二時間分のね、ワークが入っている。本当に自分の種、育ちたいもの、なんだろうっていうのが。結構明確になってくるような分まで。たコーチングプログラムを出してるんでね。プレゼントしてますので、ぜひやっていきましょう。で、月一のセミナーもやってるんで。みんなで、ワイワイ楽しく。お互いを尊敬しながら、守りながら、育てながら、やっていきましょう。all right, thank you so much you guys for checking out、クリスの部屋。all right, i will see you next time i love you guys、ありがとう。